い、皆さんこんにちは、ひろきです。8月24日はなんとコービー・ブライアントの日ということなんですけど、まあちなみにね、8月23日はまああのコービーの誕生日、本当の誕生日ではあるんですけど、今回はね、コービーの日、誕生秘話とちょうど1年前に起こったこの8月24日に起こった奇跡の話についてね、ちょっと話していきたいと思うんですけど、まあ、で、最後に、まあ、コービーの誕生日を祝して1分間のね、ショートムービーも作ったんで、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。現役引退後の2016年8月22日にロサンゼルス市がコービーに敬意を表し、現役時代の背番号8番と24番を踏まえて8月24日をコービー・ブライアントの日としてロサンゼルス市の記念日に制定した。こうやってコービー・ブライアントの日っていうのが誕生したんですけど、まあ市長の言葉が結構いいんですよ。コービー・ブライアントがロサンゼルス・レイカーズで過ごした20年というキャリアは、同一チームでの在籍年数で NBA 歴代1位の記録です。コービー・ブライアントの日は、ファン、ロサンゼルスの街、そしてエクセレンスの追求にひたむきだったコービーに対するロサンゼルス市からの感謝の気持ちを表したものです。20年の間、我々はコービーの素晴らしい才能と伝説的なワークエシックによる恩知を受けてきました。そこで8月24日は一緒にサンキューマンバと感謝を伝えましょう。という風に、市長がね、皆さんに向かって発言したそうなんですが、それを踏まえた上で、コービーがツイッターでこのようにツイートしてるんですけど、この街で20年間もプレイできたことを誇りを思う。心から LA をリスペクトしている。いやー、素晴らしいですね。めちゃくちゃいいですよね。まあ、1年前に起こった、ちょっと奇跡の話をさせてください。ちょうど1年前の8月24日にあった、プレイオフでレイカーズ対、ブレイザーズ戦がやってたんですね。レイカーズの選手はコービーの愛称であるブラックマンバをテーマとした特別なユニフォームを着用して試合に臨んでいます。コービーに捧げるブラックマンバのユニフォームをまとったレイカーズは20点差で、まあ、勝ったんですけど、前半だけで80得点を記録しました。これはコービーの歴史的な81得点には1点届かなかったんですが、プレーオフのハーフでの得点としては球団にとっては1987年以来の最多得点だった。この時点でもうすごいなって感じなんですけど、こっからコービーが舞い降りてきました。この試合の第1クォーター、レイカーズは約30秒にわたり24対8とリードをしていました。30得点10アシストのダブルダブルを達成したレブロン・ジェームスは試合後、その瞬間にコービーがチームと一緒にいたような感じがしたんだ。24対8でリードしていることに気づいたんだ。試合中はいつも状況を理解しようとしているからね。いつも上を見てリードしているか、されているか、チームのファールの数はどれくらいかなど、すべて確認している。上を見て24対8と知ったときは、OK。これは彼がここにいるという感じだったっていう風にね、レブロンが話してるんですよね。まあ試合見てるときは常にこう上のね、こうモニターとかをチェックしてると思うんですけど、そこで24対8だったっていうことなんですよ。しかもそれが30秒にわたりあったっていうのはもうコービーが見に来てましたよね。いやー、素晴らしいですね。いや、いい話ですね。コービーはずっとこういう形でね、生き続けてるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、で、最後にね、まあ、43歳のコービー誕生日おめでとうございます。ということで、ショートムービー作ったんで、見ていってください。